だってカープが好きなんだもん。ジャパニーズレッドモンスターに殺到、運べスタンドを届けて感動、真っ赤な情熱注いで滑走、覚悟も感動も全部ハートバッソー。今日はですね、だってカープが好きなんだもん、清水にあります伊原球場に来ております。横におりますのは、今回だってカープが好きなんだもんの中でも、そうですね、もう野球といえばこの方と言っても過言ではございません。沢登正明さんです。ありがとうございます。どうもです、よろしくお願いします。野球といえばちょっとなんか違わない、何がですか。野球といえばサッカー、サッカーといえば清水エスパルス、清水エスパルスといえば沢登り、ということで沢登りさんに来ていただいております。でもあれじゃないですか、30年ぐらいの付き合いですね。30年になりますか。もうだいたい22歳の時ですから、最初に会った時。そして30年の付き合いですよ。覚えてます。いや俺覚えてます。92年だからフジテレビの深夜番組で、まあ、J リーグ前ですね。1年前の時にですよ、ね、まあ、フジテレビが盛り上げてこうという形で、いろんな番組に出させてもらったりとかしてて、その番組がドキドキしちゃうという番組ですよ、ね、深夜番組ですよね、はい、あれ生放送ですか。生放送です。バブルガムブラザーズが司会、奥山芳恵さん、あとは松村くん司会でした。でも無謀ですよね、その生放送に、その時間帯に幸せするっていう。いやいや普通じゃ考えられない。確か12時ぐらい集合みたいな感じで、そこに集まったんですよ。山ちゃんたち裸でいたんですよ確か、まあ、裸でなんかこうなって応援して。我々も22、3ですから、お笑いをやり始めてまだ2年目ぐらいですから、やることなすこともうめちゃくちゃですよ。どうやったら目立てるか、もうお笑いをやってるとかっていうよりも、もうテレビタレントを目指して入ってきてますから、何をやったかはよく覚えてないですもん。ただ山さん覚えてるか分かんないですけど、あの日現場で生放送、いろんなことを喋っちゃって、そうです、次の週間いなくなるんですね。放送事故、放送不適切な言葉を何個か言って、次の週からお休みになったんです。あれが初めてです。なるほど、で俺だから J リーグ元年の開幕戦見に行ってましたよね。知ってます、フリューゲルスとの試合、あれ横浜ですよね、三つ沢に。あの時なんで分かったかっていうと、あれ試合始まる前なのか戻る時なのか、ハーフタイムなのか分かんないですけど、あの普通だったらノボリーとかサーノボリーとかって言うじゃないですか、誰かマサーキーって言ってるんですよ。はい、あれこれと思って上見たら山ちゃんたち、沢ノボリーっていうのも当たり前ですから。私は昔からもうあの野球の時のわざとその選手にしかわからないような言葉で喋った。そうすると見てくれる。だからえっと思ってそこに気づいたんですよ。でもさすがですねやっぱりね。そうです、そうですね、あと俺ねあれ覚えてるんですよ、代表戦、まあスタメンじゃなくて、残り何分かで出てきた時に私立って、皆さん私沢登りの兄貴でございます、沢登り応援しましょうって、頑張れ、沢登りってやったんですよ。本当？まだ極楽トンボが世に全然伝わってない頃だったんで、周りもそうなんだみたいな。あの人熱心な沢登りのご家族の方だなって。いやそれぐらいやっぱ山ちゃんいろいろやってくれてんだよね。そうなんですよ。やっぱその30年の付き合いっていうのもありますし。今大学の監督をしてますですよね、大学の監督からね、もう清水エスパルスの監督にもうすぐなるみたいなことじゃないですか。ならないでしょ。いつになったらなるんですか。だってそうです、初代清水エスパルスの10番、何年つけてたんでしたっけ。14年プロとして。14年プロで10番をつけていて、ミスターエスパルス、背番号10がまだ一度も監督がやらない、やってない、 そんなことがありえるんですか。やりたいなとは思うんですけれども、僕だけの一存でなれるわけではないので。なるほど、はい、カープでいうと衣笠さんが監督にならなかったのと同じぐらいのことがあるってことですか。でもね、あの監督にならなくても外から見てる、見守るっていうのも大事かもしれないですね。なるほどね、物はいいようですね。はい、で
まずお二人がなんでここにいるかっていうのをね、なんでここにいるかっていうのは、はい、この静岡の伊原球場に天気がいいからに決まってるじゃないですか。そりゃそう、だって静岡は暖かいんですから。そうですよね。そうなんですよ。ここは実はあれですもんね、カープの菊池さんが自主トレをやられている場所なんですね。そうなんです、もう何回もここでやられている。そうですね、僕もちょこちょこ来てたんですけど、まあ、野球の球拾いやったりいろいろこうお手伝いをしてる中でいつしかサッカーをやるようになったんですよ。ミニサッカーをね、うん、どうせサッカーやるんだったらサッカーの選手清水の方にもたくさんいるんじゃないっつって、まあ、ちょっとのぼりとかサッカーしに来たらっていう風に言ってから来だしたんですよね。だから基本的にはサッカーをしに来てる、ね、そうだけど玉拾いもやるから、まあ玉は一緒ですからね、はい、大小だけどね、ええ、普段高級ダンクやらないじゃないですか。もちろんめちゃくちゃ痛いんですよ。いやそれはそうです、そうです、あの手が腫れちゃうんですよ、ええ、あれなりますよね。手が腫れちゃうとゴルフできなくなっちゃうんですよ。もっと小さい球が打てなくなる、打てなくなる、手が痛すぎる。まあ、トレーニングの一環としてやってるんだけれども、うん、サッカーでフィジカル的な要素が結構詰まってるんで、ええ、まあ、心肺機能を高めるっていう意味ではすごくいいトレーニングされてます。やっぱりね、大学のね監督をやるぐらいですから、やっぱり物を喋った時に説得力がありますよね。サッカーはこんだけ体幹の練習になるんだよっていうことを言うだけでもやっぱ説得力がある。まあ、ただそれやることで苦しなくなるじゃないですか、ええ、体。さんの自主トレにはいろんな若手の選手も何人か来てますけど、そこでこうゲーム形式でいろいろやることになって、またコミュニケーションも取れて、でサッカーの体感も全部こう鍛えられるってことですね。そう、大体ここに参加したあの選手たちって、うん、あと活躍してるんじゃないですか、1年通して。いや本当そうですよ、思います。木村はいなくなったか、庄司、庄司もいなくなって今スカウトですね、スコアラー、はい、桑原も去年。あれおかしいですね。なだから、うん、人生にあの戦力外も引退もないですから。まあそうですね、そうですね、はい、いろいろな壁があっていろいろなものを乗り越えてまた次のステップに行けるわけですからね。だからここの経験っていうのが次の人生のところで、うん、まあ、精進してもみんなつながってるじゃないですか、うん、そこで頑張れる要素がここで培われてる。いやさすがですね、やっぱり。ちょっとねカープの話をしてもらわないと、はい、今のところサッカーの話。いや僕ね、あのねちっちゃい頃ね、野球のユニフォームがパジャマの時あったんですよ。ありましたありました。その時に、カープの着てました。あの山本浩二さんとかすごかったじゃないですか。いやいやすごかったですよ。だから昭和50年代あの時バーッとカープブームありましたからね。なんでそのカープだったかは分かりませんけど、ね、でも持ってたんですよ。多分それはどっか百貨店にあのご家族で行った時にちょっと赤いのが当時好きだったんじゃないですか。だからこれって言ったのがカープのだったんじゃないですかね。じゃあまあでもカープのねそうやってパジャマを小学校時代着てたぐらいですから、それはやっぱりカープの選手5人ぐらいはパッと言えますよね。ちょっと言ってください、お願いします。山本浩二さんじゃないですか。はい。衣笠さんじゃないですか。はい。佐々木さん。はい。で、3大会ぐらい優勝したあの監督、はいはい、あの、はい、タレントの人と結婚した。はい。それ人、人、人、人は誰ですか。おが、あ、お、なんだっけ。おなんとか。おなんとかさん。はい。4人です。はい、菊池。ああ菊池、はい、はい、ここでサッカーやってますよ。その5人、いやまだねたくさんね今ね、ええ、なかなかやっぱり50過ぎてくるんで、はいはい、名前が出てこないです。あそうなんですね、うん、でも佐々木が多分違いますね。え違います、笹岡じゃないです。あ笹岡さん、すみません、監督ですね今ね。監督ですね、笹岡さんね。あと尾形さんですね。尾形さん、尾形さんも監督やられてましたから、やられてましたね、はい、3年連続優勝ですから、すごいですね、はい。今現役の選手で知ってる人をじゃあ5人挙げてください。だってそれはね、はい、もう何年か前からこの自主トレにね来て、うん、でカープの選手たち、まあ言ったら菊池選手を介して、うん、ハツキ、はいはいはい、ハツキ、もうね去年も一昨年も試合はやってますから、新井さん、ちょっとああはい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 、
新井さん現役までやられてます。はい、新井さん、はいはい、まあいいです今2人、はい、あつ森とかもやってたでしょ、はい、やってました。あつ森は基本的にはキクが出た時にあつ森って僕に。でも、はいはい、だってカープが好きなんだもんって人が好きなんですよ。なるほどね。菊池という、うん、あの人柄、うん、やっぱ魅力があります。なんで菊池が好きなんですよ。菊池が好き、そう。だから全体としてカープが好き。でも人から入ってくるのもいいんじゃないですか。で、ハツキはなんで出てきたんですか。ハツキはコトメそうでしょだから面と向かった人しか覚えてないだけですよ今のところ。いやだから一応気にしてますよ、うん、あの試合は。新井さんはここに新井って書いてあるからでしょ。一応知らない、知らない。あ、本当？それ知らなかった、はい、これ新井さんのでも、もうあれですよ、うん、あの2000年バージョン、まあ移籍しちゃったけど丸いたじゃないですか。丸いました、はいはい。あれはちょっとショックだったです。あー、なかなかですね。いや、思い出した思い出した。やっと着地しましたね。この度ね、エスパルスのユースの監督をやられるということでね、おめでとうございます。ということはもうそういうことですよね、組織の中で。いや、まあ、基本的に今大学っていうところも、はい、まあ、ある意味育成のところなんですよ、プロになるために、まあ、社会に出るためにっていうところの部分を作る、はい、年齢はね少し若くなりますけど、これもまた育成のところなんで、まあ、選手を育成するっていうところの部分で9年間やってましたから、その経験を少しこっちに戻してくれと、まあ、いう形の中でオファーをいただきました。っていうことはもうそういうことですよね。いや、あの簡単にそうじゃなくていやいや、もう俺もう本当監督になったら絶対行きますから、もう本当に。もしそういう時が来たらの話ですけど。絶対来るじゃないですか。いやいや、そんなことはないです。来ないですか。弱いじゃないですか、エスパルス今。いや、そんなことないですよ。あの、まあ確かにちょっと弱めでしょ、うん、下の方ですよ、いつもボードたまに見ると。そうですね、まあ、残留争い2年連続して、監督も途中交代してるっていう流れがちょっと悪いんですけど、昨年ね、残り4試合の中で監督になられた平岡って言うんですよ、うん、これ同級生、うんうんうん、知ってますよね。知ってますよ、平岡ロングスローで知ってますよ、はい、あの辺の世代の人で私サッカー選手止まってますからなので彼がねやっぱりこう今やってるんで、僕はあのその下のところから支えるっていうところなんで、うん、昔青島健太みたいなんですか、はい、石田さんとお付き合いしてるんですね、はい、何してるんですか石田さん。石田さんは知らないです。石田さんは石田さんは知らないですけど、青島さんは、ええ、あの浜松開誠館高校っていうところの監督で、ええ、もう20年ぐらいやってるんじゃないですか、監督。シジマールは、シジマールはね、今ね藤枝前 FC って、ええ、J3 のチームのキーパーコーチ。はあ、やっぱ皆さんそうやって残ってんですね。みんな残ってますね、やっぱりこの静岡に、はい、やっぱいいですね、地域密着だからもう、うん、ロブルさん監督本当、いや、いずれおめでとうございます。おめでとうございます。いや、もういずれはユース監督イコールもうそうです。おめでとうございます。次期次、いや、まあ、ネクストそうネクストバッターズサークルに立ったっていうことですよね。まあ、立ったかどうかわかりませんけど。次の今の役割はしっかりと育てることができる。下を育て、そう、そのままユースを育てたまま育てる。そう、サッカーもね大事だけど、サッカー以外のところもちゃんと学生に教える。その役目だけ、今はあの先のことは見てないやめてそれ見たいですもん。いや、もしそういうチャンスがね、もし来るのであれば、はい、その準備はいつでもできる。断る理由はないですよね。断る理由なんか一切ないです。その時は私なんか入れませんか。あの試合前に盛り上げるっていうことですか。あ、いいですよ、あのスタジアムで、ええ、頑張るでしょもしその時に監督になった時に監督の名前じゃなくて選手の名前言ってほしい。わかりました、うん、もう今清水エスパルスの選手一人もわかんないです、うん、今地元の選手がどんどんこう離れちゃって、他の地域からこう呼んできてる選手が多い。なるほど、じゃあそれをユースでやって、そのまま、まあ本当であればユースの選手をそこに底上げして、だからだ、活躍するっていうことが重要なんです。だからユースの監督だ。まあそれも一つ求められてるもんだと思ってる。絶対そうですね、うん、まあ、ちょっとね先が長くなるミッションかもしれないですけど、はい、ああ頑張りたいなとは思いました。何年も優勝見とらんのんじゃ。また来年ここでまた同じトークやります、はい、もちろんもちろんです。
今日はありがとうございました。未来。